はい、吉原です。2022年9月10日土曜日、今日は福生警察署を経由して玉川上水の起点に向かい、帰りは玉川を下って立川市にある昭和記念公園に行きたいと思います。先週に続き1週間経ってのサイクリングです。ある程度自分にプレッシャーをかけないと毎週は出かけられないですね。年なもんで結構疲れるしね。今所沢から入間市に向かって国道463号線所沢入間バイパスを走ってます。はい、いつもの小手差しのコンビニで休憩です。今日も朝方は曇り空だけど、午後からは暑くなりそうです。今日のルートは所沢から瑞穂方面に向かい、途中三ヶ島ペダルの前を通って国道16号を福生方面に向かい、福生警察を背にして垂直に進めば玉川上水にぶつかります。そのまま1キロちょっと上流に向かっていけば玉川上水の起点です。右手に山田うどんが見えてきました。埼玉県を中心に200店舗を展開するうどん屋です。山田うどんは我が所沢が発祥の地です。今から52年前、僕が中学2年だった頃、新聞店で折り込みチラシを入れるバイトをしてましてね、1時間やって100円だったんですけど、当時山田うどんのたぬきうどんが45円だったんで、バイトの帰りに2杯食べました。時給100円のバイト代、残ったお金10円でした。はい、三ヶ島ペダルの工場の前を通過しました。この信号を左に曲がれば六道山公園の展望台があります。この先旧国道16号にぶつかり、これを左に曲がります。この右あたりが JR 八高線の箱根ヶ崎の駅があります。さあ、横田基地の最北端に到着しました。JR 八高線の踏切にぶつかりました。ここから羽村市を抜けて福生市の福生警察署に向かいます。この辺りは羽村市の工業団地で、さまざまな工場がいっぱい建ってます。僕にとっては庭みたいな場所です。この横に通る線路は JR 青梅線です。ここを下って右に曲がればすぐに福生警察署に到着します。はい、福生警察署に到着しました。昔僕のサラリーマン時代、福生にも営業所があって、そこで10年近く営業の仕事をしてまして、福生警察は取引先でもありました。40年も前の話ですので、当時の警察署の方々はすでに定年になってて、もういないんでしょうね。建物は1998年に新しくなっちゃってますが、いや懐かしい場所です。仕事の関係で取調室にも入ったことがありましたが、テレビのドラマで見るのと同じでした。警察署の裏手にある公園でちょこっと休憩です。さあ、福生警察署を背にして垂直に進みます。
ここが玉川上水新堀橋です。水が澄んでいてとても綺麗ですね。一旦玉川上水を下って玉川沿いに上流に向かっていきます。上にかかっている橋は羽村大橋です。はい、玉川兄弟の像に到着しました。さて、ここで玉川上水の歴史についてお話しします。江戸初期の1650年頃、江戸の町は神田上水と溜池上水で給水を行ってましたが、町の発展に伴う人口の増加で水不足が生じるようになってました。そのため四代目将軍徳川家綱は上水拡張の計画を立て、町奉行神尾備前の神に玉川を水源とする上水開削を命じました。玉川兄弟と呼ばれている兄正右衛門、弟正右衛門がそれを受けて1653年に上水工事を着工しました。江戸の水不足を救ったということで、この場所に玉川兄弟の像が建てられたというわけです。玉川上水は東京都の羽村市から新宿区四谷大木戸までを流れる延長約43キロの用水路です。現在も羽村取水堰から小平監視場までの約12キロが上水路として利用されています。さて、これから玉川沿いを走って昭和記念公園に向かいます。
玉大橋にぶつかったらここを左に曲がります。ここから約5キロで昭和記念公園に到着します。先週日焼け止めを塗らなかったので結構腕が焼けてしまったので、今日はアームカバーをつけて走ってます。実はアームカバーをつけたもう一つの理由がありましてですね、先週はイザドアのサイクルウェアを着て走ったんですが、今日はなりふりのサイクルウェアなんですけど、なりふりのサイクルウェアの袖の長さの方が5センチほど短いんですよ。なのでなりふりを着た時、先週の日焼け跡と焼けてない部分がもろに見えちゃって格好悪いのなんのって、5センチぐらい焼けてない部分が丸見えなんです。ということが今日アームカバーをつけたもう一つの理由なんです。さてと、昭和記念公園に到着しました。警備員に聞いたんですけど、歩行者と自転車の専用入り口があるんだって。行くならそっちの方がいいらしいんです。昭島口ゲートって言うらしいんだけど、そこに向かってみますね。ここですね。シルバー65歳以上は210円だって。さすが国営ですね。今日は中には入りませんけど、今度ゆっくり入ってみたいと思います。さあ、のんびり帰るとします。ここから家まで18キロぐらいなので、1時間ぐらいですね。ということで、今日は玉川上水の話と昭和記念公園に寄った時の動画でしたけど、参考になったと思った方はグッドボタンと、それとチャンネル登録がまだの方はぜひ登録お願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。